キックオフでスタートです。どちらが先にゴールネットを揺らすのか。短く出します。まずは前線に送ろうというところ、奪われます。届く、ディフェンダーとしてプレーします。何かやってますよ。外からいった。ここは精一杯クリアします。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。いくか。さあ今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。ここは得点したいところです。さあショートだ、ダイレクトに行った。いいディフェンスを見せます。うまく落としました。戻す、右に送ります。大きくいい展開してますね。速攻になる、中に誰もいない。シュート、これはゴール。先に決められるというのは選手にとってどうなんでしょうか。そうですね、まあ、選手に返そうという気持ちは、ね、十分にありますよ。いずれにせよここからですよ。チェック、左へ落としてゴール前を固める。中にスッと入ってきますね。このシュート、これはコーナーキックです。上げるのは遠藤、短く出した、よく守っている。守備側も周り見えてましたよね。日本攻めているんですが、なかなかゴールマウスをこじ開けることができません。素晴らしいディフェンス、バックパス、いい動きを見せてますよ。よく守ります。リターンからオシェイ、ディフェンスをうまく使おうとしますね。フォローが欲しい。パスを出しません。うまく受けて、チェック、左へ出した、香川、当たります。いいディフェンスだ。いや、溢れますね。さあ固まっている。おっと、危ないところでファールです。さあここからリスタート、いいところでのチャンスを得ました。絶好のチャンスです。そのまま来た。リブン、落ち着いた反応を見せました。オシェイ、戻し、ダン。30分を回りました。中へは、中にスッと入ってきますね。そのまま行く、決め、アイルランドとしてはうまく流れに乗ったという感じでしょうかね。はい、しかしここで差を縮めておきたい日本。強いですね。ここから吉田、縦に送ります。ボールは戻り、チェックが入りました。下げて、ここはセントレジャー。大きくいい展開してますね。前に送って、ボールは渡る、
応じてクリアしました。さあ絶好の位置です。強いんです。行くか。追加点のチャンスだ。見事にキャッチ。今度チェックに行く。そろそろ前半の40分を回ったところです。硬い。大きくサイドチェンジ。守りを固める。さあチャンスを迎えた。防ぎに行く。いい守りを見せました。サイドよく動いてますね。シュート、パンチング。さてコーナーキックに変わります。ゴール際人が集まっています。このチャンスどうだ。いい守りを見せました。笛が鳴りました。前半終了です。スタートです。両チーム交代はありません。前へゆっくり送ろうという場面です。アプローチ縦に送ります。これは流れてしまう。大きくサイドチェンジ。落として中盤でしっかり展開しますね。いいマークです。ここはファールがありましたか。さらに返す。このチャージを取られました。この位置から蹴るのはダフ。いいプレッシャーだ。スペースがあれば上がってくるという形ですね。戻してしかし追いかける。チェック。そしてダフ。競り合った。左サイドです。一人いい動きを見せてますよ。ここで奪い合う。守りを固める。中にスッと入ってきますね。おっとこれは流れた。コーナーキックに変わります。ゴール前に選手が寄ります。流し込んだ。あっとわずかに強すぎました。オシェイ。日本立ち上がりについてどうご覧になりますか。はい、しっかり動けてますし、まだ時間は十分あるんでね、これからテンポ上げて追い上げを図ってほしいですよね。右へ出した。うまくトラップ。ロビー・キーン、ロン、ようやくこの2人の2トップにボールが絡んできています。しかしここは防がれました。中央から走り込む。ゴール前を固める。中には一人。防ぎに行く。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。アイルランド、ここはしっかりと守りました。チェックが入りました。チェック。岡崎、いい展開してますね。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。アイルランド、ここからの攻撃になります。
戻して、まもなく後半で30分が経過します。ちょっときついですよね。再び奪い返した、縦に出す、サイドからいい上がり方をしますね。チェック、これは合いませんでした。うまくチャンスを作ったんですけどもね。そうですね、安定した攻めを見せています。さあ北澤さん、日本この時点で2点の差をつけられています。だんだんとこう中盤を支配されだしている感じにも見えるんですが、少し対応遅れ出してますね。後ろからチェック、後ろからのマーク、追いかける、前に出した、さあ左へ出してきた、シュート、さてコーナーキックに変わります。アイルランドチャンスを生かしたい。ここで選手交代、これはどうか、狙ってますよ。ちょっと攻めあぐんでいます。ここで流れをつかみたい。アイルランド、もうこの時間帯になると余裕を持ってプレーする感じでしょうか。いやでも選手はこれまでかなりプレッシャーを感じてきましたからね。ここで消極的にする必要はないでしょうね。ここで選手交代があるようです。後ろからチェック、中に誰か来てますよ。ゴール前を固める、押し戻した、柏木前に上げてきますが繋がりません。中央よく動いてますね。